ビーヤ千葉ロッテ、アイアム千葉ロッテ、俺の千葉ロッテ。はい、こんにちは、ひろきです。今回は対ライオンズ戦2戦目の模様をお送りしていきたいと思います。いやー、現実だと涌井がとうとう2軍に落とされて、こいつエースなのに不甲斐ねえなーって思った方は、俺の千葉ロッテ対ライオンズ戦第1試合目をご覧ください。俺の涌井は完封したぞということで、今ご覧いただいているオーダーは前回のオーダーになるんですけど、やっぱりね、3番のバルガスがほんとクソなんで、今回第2戦目からオーダーを変更してご覧のラインナップでいきます。言うてもね、バルガス期待度は高いので、とりあえず今日の試合は7番指名打者で起用。1番を打っていた中村翔吾を3番に入れて、トップバッターをルーキーの藤原。こうやって打線組み替えると井口采配そのまんまになってくるんですけど、結局まあこの打順が一番しっくりくるのかな。今日の先発は二木。千葉ロッテ真のエースは二木だと思ってるので、この試合どのようなピッチングを見せてくれるのか見ものです。メットライフドームです。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの2回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。まずはライオンズの先発高橋光成がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、マリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。あー、大丈夫か。デッドボール。おい、いきなりかよ高橋。ほら、バッターは2番に入っている藤岡。デッドボールのランナーが出ています。さあ、ここマウンド上のピッチャーは高橋光成、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していく。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト。はぁ、いい送球。いや、いい送球じゃねえよ里崎。なんでよ、セーフや絶対セーフや。なんだよ、これピッチャーは楽になりましたよね。先制アウトコース打ちました。セカンドうまく捌いてアウト、2アウト。バッターは3番の中村。いや、なんか嫌な流れだな。昨日はマルチアンダーを記録しています。勝負強いバッティング。このボールは外れてフォアボール。またフォアボールだ。2アウトから先制のランナーを出していきます。さあ、仕留められるか。打ちました。打球は左中間へ。ここはフライになっています。金子が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点はありませんでした。いや、立ち上がり不安定なところを攻めたかったな。マリーンズマウンドに上がるのは先発の二木。さあ、ライオンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。意外とポテンシャルが高い。秋山が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。これはどうか。お、取った。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。おー、いいね翔吾。バッターは2番に入っている源田。2試合当たりが出ていません。二木、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。さあ、これも2ゴロ。2アウトになりました。3番バッター外崎。2アウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、早くインコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。この回ライオンズ三者凡退です。なんだ、ライオンズ打線も大したことないじゃん。いけいけ、マリーンズファイティーン。2回になります。マリーンズの攻撃。打順は5番角中。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さて、ライオンズの打ちました。これはどうだ。あ、これも似たような
パターン。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。よしよしよし。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。じゃあこっちはセーフ。まあ、さっき藤原アウトになったしな。オッケー。6番バッターレアード、ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。源田あアウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。先ほどのプレーです。ダブルプレーに仕留めました。まあランナーいなくなりましたからね、ピッチャーは楽になりますよね。いや源田余裕だな。バッターは DH バルガス。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。秋山が掴んで3アウトです。でもそこまでこの回マリーンズ結局3人で攻撃を終えています。バルガスな外野フライ出る分にはいいんだけどな。やっぱり長打を期待するよね。2回の裏になります。さあライオンズこの回は4番から始まります。山川からバッターは山川。ライオンズ0対0で迎える。よしよし。変化球空振り、得意のカーブ。バッターボックスには5番森。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。二木まずは先頭インサイド、高い打球右中間へ。よしよし。センター掴んで2アウト。ツーアウトツーアウト。バッターボックスは6番中村。2アウトになっています。変化球空振り。おーいいね、二木最高。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。さあ下位打線チャンス作ってくれ。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていう。打ちました。いい当たり。外崎。あーダメか。アウト。ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。おーっさーヒット。あっという間にセンター前へ。今シーズンの初打席で初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあワンアウトか。どうすっかな。狙ってけ。ここはクイックが得意なピッチャーなんで。見ました。フォアボールで出ました。フォアボールだ。バッターボックスには2番藤岡。ライオンズヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。やばい。ここはゲッツを取りたい場面ですよ。2球目打ちました。取った。あまさに3塁そのまま入ってフォースアウト。やめてくれ。1塁はセーフ。あーゲッツーは取れません。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ今日3番の中村翔吾。得点圏にはランナーが残っています。狙ってみるか。まあやはり先制されるのは避けたいですからしっかり集中したいですよね。なるほどそうですよね。さあ今日3番抜擢の中村翔吾、本来の力を見せてくれ。どうかな、アウトローかな。あーダメか。三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたがここは三振を奪いました。完全に三振を取りに来た球でしたね。先制のチャンスがあったマリーンズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。さあ二木頑張ってくれ。すまん打線が点が取れない。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、あの主導権をね早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。インサイド落ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス金子、まずはワンアウトを取っています。打ちました。これはどうか。あセンターライチ、ランナー出塁しました。やばい、ショートコーナーランナー一塁となりました。さあ先制のランナーが一塁です。バッター打ちました。大きな打球になった。これはどうか。センターが取りました。ツーアウトです。ツーアウトツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山、先ほどの打席はセカンドゴロに。おっしゃー三振。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。よし立ち上がりいいね。3回終了0対0同点です。いや早く点取りて。
4回の表マリーンズの攻撃、バッターは4番井上。井上先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどは引っ張った、取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。5番バッター角中、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。6番バッターレアード、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2球目打ちました。あ、またショートゴロ。1塁アウトで3アウトチェンジです。この回マリーンズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。いや、前回に引き続き今日も投手戦になるのか。ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターは2番源田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズ打ちました。あ、ヒットになった。先制のランナーが出塁しています。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには小野崎、調子は悪そうだね。そして塁上には源田、まあ、三振です。ワンアウトです。打席には5番バッター山川、先ほどの打席最後は空振り三振、インコースセンター抜ける、 あれ抜けるか。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。あー、繋がってしまったな。ちょっと山川シフトだったか今。さあライオンズ先制のチャンスを迎えています。ここで先に点を取って優位に対したいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼の場合ね、うまく引っ張ってスタンドまで運ぶ力を持ってますから、ここは一発も期待できますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ここで声をかけました。あ、そして向こうも監督出てきたよ。あ、もう勝負仕掛けるか。まあ向こうは併殺を狙ってると思います。初球打ち、インフィールドフライになりました。掴みました。あ、マジでよかった。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。だがしかし打席には中村が入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど。外の球を打った、おっしゃ、詰まらせたり抑えた、一塁アウト、これで3アウト。よし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 。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。二木最高。あ、フォークちょっと高かったけど、いや、なんとか抑えた。ライオンズ2者残塁です。ため息に包まれたメットライフドーム。いやー、ランナー出すけどお互いヒット少ないな。両チームまだ無得点です。回の表里崎さん、両投手ともにここまで0点に抑えています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、お前はホームランを狙え。ですね、浅い配布、丁寧なピッチングでここまで来てますよね。そうですね、こういったピッチングが続いていく。高めのボール、あ、もう全然高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。何なんだよ、森が抑えています。ワンアウト。使ってるの俺だけど。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。高橋コーナー、まずは先頭バッターを打ち取っています。あ、もう今日の先発ピッチャーはライオンズが高橋コーナー、そしてマリーンズが2人。ツーアウトでも出てくれ。2球目打ちました。大きな打球になった。さあどうだ、センター左のヒット。おっしゃー、これでマルチヒット。2アウトランナー2塁、厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあコースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。おっしゃー、加藤いいよ。さあライオンズ先制のピンチを迎えています。ここで藤原、ここも冷静に行ってほしいですね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の高橋コーナー、この状況にどう対応してくるか。外の球打った、ショートの左、あ、ダメだ、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウト。これが先ほどのプレーになります。なかなか返せねえな。ご覧いただきましょう。あー、うまく打たされたって感じ。
先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。これからだ。5回の裏、7番から始まるライオンズの攻撃。バッターは栗山。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たり、空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番金子。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。あと2機、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。セカンドが取る。三者凡退。一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。いや、今日の試合展開早い。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種の割合はご覧の通りです。打てるはずなんだけどな。さあマリーンズ頑張れ、ファイティーン。メットライフドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。マリーンズの攻撃、打席には2番バッター藤岡。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、センターが取りました。あれ間に合っちゃうか。打席には3番バッター中村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れて引っ張った。おお、スリーボールから打って、ここはフライになっています。レフトスカルでツーアウト。打順は4番井上。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。際どいがあっとフォアボールです。ランナー出た。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。フルカウントなんで、よしよし、簡単には終わらない。手を出してくる想定のボールだったんでしょうけどね。はい、ここはさあ行け、角中。2球目は何か。2球目打ちました。取った。1塁へ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。さあ締まっていくぞ。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。球数は少なく来てるね。よしよし。6回の裏、ライオンズ打順よく1番から始まります。秋山がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席は打ちました、流しました、レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。2番バッター源田。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。これも抑えた。2機、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには3番殿崎。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっと打ちました、センターに上がった、ここは打ち上げています。よしよしよし。藤原が抑えて3アウトチェンジです。この回ライオンズ三者凡退です。6回終わって0対0、両チームまだ無得点です。ああ、もうこれは完全なる投手戦だわ。里崎さん、ここまではランナー出すもののピンチでも得点を許さないという粘りのピッチングが続いていますが、いかがですか。まあストレートもいいところに決まってますしね。当てて、まあ今日はお互い素晴らしいピッチングだと思いますね。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは DH バルガス。先ほどの打席はファールフライに倒れています。頼むよ高橋光成。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっと変化球空振り。ああ、もうバルガス終了の知らせだわ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。いいぞいいぞ田村、ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。いや田村の調子いいよ。オッケーオッケー。バッターボックス加藤。今日はここまでマルチ安打を記録しています。さあ調子のいい加藤、まあ、キャッチャーとしてもここで打ち上げた。ショートフライ抑えてスリーアウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。ね、よく見極めました。ほら、ちょっと難しいイニングになってきたよ。振っていきましたが三振。よし、ワンアウトです。
バッターボックスは6番中村。さあ切り替えてけ。先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。マジかよ。さあそしてバッターボックスにはランナー溜まったな。頼りになるバッターが続きますね。ピッチャーは帰らんねえな。先制のチャンスです。まあこの試合お互い譲らない展開ですからこういったチャンスは大事にしないといけませんね。うん、なるほど、そうですよね。いやそうだよな、仕掛けるよな。いや二木抑えるまで変えない。ここは低め、ここは併殺だけは避けた。空振り三振。よし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 、行きませんでした。2アウトになっています。さあそして打席には金子が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから今度はしっかり繋げて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。相手もここがターニングポイント。さあここ押さえたら流れ来るよ。アウトハイ。おっしゃ決まった。前にボールを飛ばせません。シーン攻め切ることができませんでした。ご覧いただきましょう、連続三振。少ないチャンスをものにすることはできませんでした。二木様様これは厳しいですよね。ライオンズ2者残塁です。ため息に包まれたメットライフドーム、7回終わって0対0、両チームまだ無得点です。いやこれ我慢比べだな本当。マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは藤原。さあ藤原出てくれ。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。打ちました。これはどうだ、ショート取った。あ、ゲンちゃん間に合うし、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。あーマジか。2番バッター藤岡、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ああ先頭打者からの攻撃なのに、ね、もう2アウトや。まずは1アウトを取っています。中村行け。打ちました。セカンド取る。あっけねー。1塁アウト、3アウトです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。いや苦しいぞこれは。8回の裏に入りました。ライオンズの攻撃、バッターは9番木村。あでも2木まだ球数余裕ある。セカンドゴロに倒れています。打ちました。しっかり抑えて中村。よしよし、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って秋山、今日はまだ当たりがありません。2木まずは先頭バッターを、ここも見送ってよく選びました。おお秋山出たか。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。あげんちゃん やそうですね、これはね、ここはゲッツー対変化球空振り。あでもちょっとフォークが高めに抜けてる。3番バッター小野崎、今日はまだ当たりがありません。バットに当たりません。三振。よし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 、ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。おおここまで0-0か。両チームまだ無得点です。日産両チーム一歩も譲らない攻防を見せてくれてますね。いや本当ですね、まあ、これからねベンチの采配というのも一つ、面白みがあると思いますよ。ベンチワークにも注目しましょう。打ちました。伸びていく。お入れば先制。お入った。おっしゃー、ようやく均衡が破れました。おっしゃ井上を浴びています。追い込んでからこれぞ4番。インコースをうまく逆方向へ流されスタンドまで運ばれてしまいました。あー欲しかった先制点。1対0、4番に一発を浴びてしまいました。大きくのしかかる1点、まずは後続を抑えたい。あれ乳酸菌アウェーだよ。右バッターだったんですがライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えてましたからね。この土壇場で痛恨のホームラン、ついに均衡が破れました。いや入ったならそれでよし。おっしゃ一発出た。ライオンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の野田。そうだよね、点取られるまでだよね。さあマウンドを任されたのは野田。いや今シーズン2試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。どん詰まり。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスレアード。さあレアード頼む。今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球を踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。
三振を取りました。振り遅れや。バッターボックスには指名打者の、はい、今日はまだ当たりがありません。はい、バルガス、お疲れさん。第一、どういうリードになるんでしょう。バッターボックスには代打の鈴木。さあ頼む。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。さあ頼むぞ。インコース詰まりました。ここはフライになっています。あ、詰まったな。外崎が掴んで3アウトです。ったか。しかしこの回マリーンズソロホームランで先手を取りました。1対0、1点取れた。マリーンズ先制です。いや、井上よくやった。守備交代、角中変えるか。おっか、ピッチャーなー。いや、投げさせるしかないよ。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いや、本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。やばい、再配振り。いや、二木頼むぞ。打ちました、痛烈、やりました、これでマルチヒット。いや、ノーアウトじゃん。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。いや、この続投は失敗だったか。いや、ここまで投げさしといてちょっと変えらんないわ。バッターボックスは5番森。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ライオンズ同点のランナーが出ています。いや、辻監督まだ出てくるかい。これが最後かな。 VS 頼む。三振になります。ワンアウトです。おっしゃ、バッターは6番中村。おっしゃっていう、今日まだクリーンナップなんだよ。本当ライオンズ打線ずり。ライオンズ同点のランナーが出ています。三振狙い。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。盗塁を見事決めました。いや、これはよく走りましたよね。いや、全然ノーマークだよ。でもさ、ベース1個空いたんだよね。臭いとこで行こう。この盗塁大きいですよ。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。一本出れば同点かという場面でしたが、あと一つ。さあ、ここが勝負だ。ここで声をかけました。さあ、注目しましょう。もうここまで来たなら完封狙え。二木頼む。おっしゃー、勝った。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、完封負けを喫しました。西武ライオンズは屈辱の黒星となりました。いやー、二木よく投げ切ったぜ。今日は打線が完全に沈黙してしまいました。ああ、本当心臓に悪い試合だった。まあ今日はね、もうとにかく相手投手の出来が良かった、良かった。ですからもう明日はね、今日の反省を踏まえて頑張ってほしいと思います。明日の巻き返しに期待しましょう。じゃあお決まりのあれいくよ。勝ったマリーンズ、We are. 接戦をものにしました。We are. 一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。千葉ロッテ、千葉ロッテ、今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。千葉ロッテ。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。以上、俺の千葉ロッテでした。